ジャペルディスターゾワです。今回は日本時間の先ほど今朝方に終わりましたウェファチャンピオンズリーグの決勝、とうとうファイナルとなりました。マンチェスターシティとインテルの一戦についてお話ししたいと思います。結果は1-0、後半68分、スペイン代表我らがロドリのゴラッソで、なんとマンチェスターシティが初優勝を飾りました。おめでとうございます。この結果を受けてのスペインの、本日の、4大スポーツ紙ですけれども、マドリー寄りと、そしてカタルーニャメディアで大きく分かれております。マドリー寄りのマドリー中心の、マルカスに関してはやはりスペイン代表の、今後の中心にもなっていくと思いますので、決勝点を奪った、そしてこの試合のね、マン・オブ・ザ・マッチにも輝いたロドリを、顔に一面に持ってきまして、このような見出しを作っております。一方のカタルーニャメディアですけれども、準決勝でレアル・マドリーを粉砕してくれたというところで、マンチェスターシティに旗入れをしているのは間違いないですし、ペップ・グアルディオラ、バルセロナを率いた、もはや名将レジェンドの監督ですので、ムンド・デポルティーボ・スポルトの、カタルーニャ西はペップとマンチェスターシティを、前面に押し出しながらこのような見出しを作っております。試合としては非常に、決勝らしい緊張感の漂う、それゆえになかなか、ボール保持の、保持型のマンチェスターシティがボールを握りながら優位に試合を進めることができなかったなと、特にインテルのプレッシングが、やはり中央をしっかり締めながら、出し方も直線的でしたし、非常にマンチェスターシティのボール循環を外回しにして、そしてグリーリッシュ、特にベルナード・シルバに入ったところを、取りどころとして狙うみたいなところはインテルとしても非常にうまく、プレッシングを機能させましたので、結果として、スタッツはこのようにマンチェスターシティ有利に一見、保持率だけ見ると、56% ですから見えますけれども、シュート本数は意外にもインテルの方が打ってますし、枠内シュート、そして決定機の数も、インテルの方があったんじゃないかなと思いますので、内容的には、インテルが優勢に進めたと。結果的に90分で 1-0 の、スコアの差がつきましたけれども、個人的には、1-1あるいは、引き分けで、延長戦に入っておかしくない試合だったんじゃないかなというふうに思います。ただマンチェスターシティとしてはこういった緊張感の、あふれる試合の中で、ボールを握りながら、前半からエデルソンやロドリが、結構ね、普通では考えられないようなミスも起こしてましたし、そして後半にはベルナルド・シルバからの、バックパスが、アカンジに向けて出されたと思いますけれども、アカンジが、バックパスと勘違いして、完全に入れ替わってラウタロ・マルティネスが、サイドからでしたけれども、エデルソンゴールキーパーと1対1の、決定機を作ると、マンチェスターシティからするとちょっとありえない、信じられない、ペップも頭を抱えるみたいな、ミスが起こってましたので、ちょっとチグハグ感も出ていた、試合かと思いますけれども、そういった中でも、失点をせずに、やっぱりクロス対応のところはしっかりとポジショニング、センターバック、スリーセンター非常に良、かったですし、そこをしっかり弾き返す、そしてオナナ中心にインテルもね、かなりロングフィードを高精度に入れてきましたけれども、そこもしっかりと、ジェコ・ラウタロに、収められたりセカンド作られた場面も多少ありましたが、基本的にはルベン・ディアス中心にしっかりと弾き返す、やはり今シーズンの、マンチェスターシティの、弾き返す守備力の高さは出た試合じゃないかなと思いますので、堅守が光った、この決勝でもあったと思いますし、なかなか難しい試合展開で、得点もね、生まれない中で、マンチェスターシティとしては多少の焦りや、ちょっと嫌な雰囲気流れあったと思いますけども、そういったところでもしっかりと、1点を奪い切って勝ち切るところが、そしてね、何よりこのマンチェスターシティとしてはチャンピオンズリーグ初制覇ですので、やはり生みの苦しみとして、何回も優勝しているような歴代の、名門クラブとは違って、やはりチャンピオンズリーグ初優勝の、苦労があったかと思いますので、それを乗り越えてしっかりとビッグイヤーを掲げたという意味でも、非常に、クラブとしてマンチェスターシティとして価値ある、優勝勝利だと思いますし、そして、ペップ・グアルディオラも、バルセロナでメッシがいたからチャンピオンズリーグ、取れたんでしょとずっと言われ続けておりましたけれども、とうとう、バルセロナ以外で、ビッグイヤーを掲げる監督となりましたし、これでタイトルの数をなんと35に伸ばして、おそらく、まだまだね、監督としてのキャリア続いていくと思いますので、サー・アレックス・ファーガソンの記録を抜いて、本当にサッカーの歴史に名を刻む監督に、なっていくと思いますので、何より今シーズンは、本当に価値あるトレブル、スペイン語ではトリプレートと言いますけれども、3冠ですので、本当におめでとうございます。それほど、戦術的に激しい攻防があったり、ボックスボックスの展開はなかったですけれども、インテルのプレッシング中心に改めて戦術的な、分析をしたいと思いますので、先発メンバー含めて戦術的なポイントを見ていきましょう。はい、まずは左ホーム扱いのマンチェスターシティですけれども、システムの表記、どう表現するか難しいですよね。攻守で可変しますので、
まあ、なんとそしてこの試合に関して言うと、まあ、スタートの、守備陣のポジショニングで言うとストーンズが、センターバックではなく、右のサイドバックでしたので、カイル・ウォーカーではなくて、アカンジを使ってアケを左に使ってきたというところも、まあ、最初から初期設定としてやはりインテルのラウタロとジェコの2トップに、しっかりと合わせる形で、ストーンズを動かすんであれば右サイドバックからということで、3-4-3 の、形を、グアルディオラ監督は使ってきました。ゴールキーパーエデルソン。ディフェンスライン、3バックはアカンジ、ルベンディアス、アケ。まあ、そして守備の時にはストーンズがこちらに下がっての、4枚でもありました。中盤ですけれども、まあ、ロドリと、ストーンズが、まあ、ダブルボランチのような、ポジションではありましたけれども、まあ、結果的に後で説明しますが、ロドリがかなりビロゾビッチに掴まれましたので、まあ、ストーンズがスルスルと、まあ、自分もポジションを上げる形が多かったので、まあ、ここではインテリオール、インサイドハーフとして紹介しておきましょう。そして、ギュンドアンとデブライネが、こういう配置。前線はベルナウド・シルバ、ハーランド、グリーリッシュというような並びでした。一方のインテルはいつもとおなじみ、532のシステムオーガナイズでした。ゴールキーパーオナナ、ディフェンスライン右からダンフリース、ダルミアン、アチェルビ、バストーニ、ディマルコ、中盤ですけれども構成を少しね、ムヒタリアンがギリギリ、間に合わなかったという表現でいいんじゃないかなと思います。まあ、ベンチ入りをして後半出てきましたけれども、コンディションが間に合わなかったので、ブロゾビッチをアンカーにして、チャルハノールを左右のバレッラという形で、前線はジェコとラウタロの、ツートップでした。はい、まあ、立ち上がり前半のところから、まあ、インテルのプレッシングが、まあ、なかなか予想はしてなかったような形でした。普通に、まあ、5-3-2でツートップの脇から、ね、こういうボール循環を促して、まあ、そこに、インサイドハーフの選手が出ていくのか、それとも、まあ、こういう形で、ウィングバックが縦ジャンプするのかというようなプレッシングかなと思ってたんですけれども、実はそうではなくて、まあ、なんとマンチェスターシティのこの3枚の、3センターに枚数を合わせるファーストラインを組んできましたということで、まあ、ジェコがアカンジ、ラウタロが正面から、ルベン・ディアスを見て、まあ、バレッラを、押し出した形での、まあ、ファーストライン3枚で形成するプレッシングでした。まあ、それに対して、まあ、思い切って、中央からそのまま、ブロゾビッチを押し出してロドリにつけましたので、まあ、そうなるとチャノハルロールが、まあ、少しね、こういう内側を警戒するようなポジショニングはなるんですけれども、まあ、ただ、ギュンドワン、ストーンズのところをうまくこの3人で、まあ、とにかく中央をしっかりとね、このパスコースを、3人で締めながら、まあ、完全に外循環を促すので、まあ、こういう形で思い切りね、足元には入りましたが、まあ、そこを完全にウィングバックで掴ませるような、まあ、外で、ボールのね、奪いどころを作るところは多分 5-3 に普段のオーガナイズと同じなんですけれども、まあ、そこのところ中盤、ここで2枚に対してマンチェスターシティはある意味4枚いますので、まあ、そこの、うまくね、数的不利を逆に外に持っていって1対1のところでバチンと当ててしまうというところがシモネ・インザーキ監督の大胆な、斬新なプレッシングだったと思いますので、意外にマンチェスターシティ普段であればもう少し、まあ、このね、デブライネやギュンドワン、そしてストーンズもかなり上がってましたので、まあ、特にチャルハロールの脇のところのね、こう、ポイントをうまく使えていたはずなんですけども、なかなかそこに対してのボールが、斜めに出なかったというところがマンチェスターシティの、まあ、特に保持のところは安定してましたけれども、前進のところでうまくギュンドワン、ストーンズに使えなかったというところが、まあ、この試合の苦しさを物語ったんじゃないかなというふうに見ていました。まあ、あとはインテルの守り方として、まあ、どうしてもライン間が空いてきて、まあ、特にチャルハノール、あるいはブロゾビッチのね、脇のスペース、ギュンドアン、デブライネ、あるいは侵入してくるストーンズというところで、まあ、ここをうまく使われた時には、必ずセンターバックが縦でスライドをしながら、バチンとこうね、ボールホルダーに対してアタックに仕掛けてましたので、まあ、ここの、しっかりと対応も非常にインテルとしては緻密で考えられた形で、まあ、そこで言うと、なかなかね、ここで前向きな、マンチェスターシティとしては、ボールの前進を作れない、そして、何よりハーフスペースですから、まあ、ここでボールを持てるとかなりね、インテルの、守備陣を、押し込めることができるんですけれども、ここで持てなかったんですが、まあ、ただ前半に関して言うと、まあ、一本ロドリが、まあ、ファーストライン突破したところで、ブロゾビッチが出てくるタイミングで、うまくギュンドアンがここね、ライン間取った時に、いいボールを出して、まあ、そこで、少しね、マイナスで、ダルミアン出てきましたけれども、ここでデブライネが受け取って、ハーランドに出して、まあ、ここからシュート決定機でオナナが、左手でストップしたシーンが決定機がありましたけれども、まあ、そこは中央からうまく前進を作ったマンチェスターシティでしたが、まあ、なかなか試合全般としてそういった、まあ、中央のね、うまく、ギュンドアンやデブライネ・ストーンズのところにボールを前向きで、作ることができなかったかなというところは、逆にインテルの、まあ、前線のプレッシングのところから、それからまあ中央をとにかく使わせないというところのまあ処理ですよね。まあ、もちろん、プレッシングに行くファーストラインのところから中央を締めてますし、まあ、中央もしそこで刺されたとしても、センターバックのところでうまく人を出して、
5枚でずっとね、縮こまって守るだけではなくて、かなり直線的なプレッシングで、やはりマンチェスターシティを苦しめたという意味では、戦術的にマンチェスターシティの強みを、封じ込めたインテル、そしてシモーネ・インザーギ監督がさすがの、試合振る舞いをしたんじゃないかなというふうには思います。はい、後半に、ロドリの先制点が生まれて以降は、インテルもルカクを入れて決定機を作りましたし、今日に関して言うと、特にインテル、左のディマルコのね、ウィングバックの上がりを効果的に使いながら、ダイナミックな展開で、チャンスを作りましたし、もちろんなかなかアーリークロスを打ち込むだけではマンチェスターシティに弾き返されてはいましたけれども、ただ1点追いかける展開になってからは、ラウタロやルカクに、うまくロングフィードを入れて、そこからカウンター気味に素早い攻撃を仕掛けていくと、当然マンチェスターシティまず中央を、ね、締めてきましたので、左のディマルコに入れて、そこからのクロスみたいな形での、ダイナミックなスピーディーな攻撃をインテルとしても打てるようになりましたので、この試合本当に、劣勢になってからですけれども、インテルが、猛攻を仕掛ける時間体もあり、そして決定機も確かに作ってましたので、インテルとしては、少なくとも90分で同点に追いつけるチャンスがあったなという意味では、残念なもったいない試合にはなりましたが、冒頭に言いましたけれども、そこエデルソン中心に、そして、センターバック3センター中心にしっかりと、失点ゼロでクリーンシートで守り抜く、マンチェスターシティの強さ、そこもね、今シーズンはハーランドが来たことによって得点力ばかりが、目立つんですけれども、やはり守り方、カウンターの対応処理のところは非常に進化をしたマンチェスターシティじゃないかなというふうに思いましたし、この決勝でもそこが、その強みが存分に出た試合じゃないかなというふうに思います。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。改めましてマンチェスターシティ優勝おめでとうございます。そして来シーズンはね、ディフェンディングチャンピオンとして再び連覇を狙う、そしてね、いろんなチームから、警戒される、目標とされるチームになるかと思いますので、また、ペップがどのような戦術的な進化をね、見せてくれるのかを楽しみにしながら、マンチェスターシティのクラブとしてのね、また一つ歴史に重みをねつけるような、CL 制覇となりましたので、ラリーガ勢としても打倒、マンチェスターシティ、そしてプレミア勢ということで、来シーズンしっかりと戦っていってほしいなというふうに思います。また次の動画でお会いしましょう。そして、CL はまた来シーズンお会いしたいと思います。Hasta la próxima.